小矢野剛は、日本の政治家。埼玉県狭山市長。元狭山市議会議員。埼玉県狭山市生まれ。狭山市立入間小学校を経て、狭山市立堀金小学校、狭山市立堀金中学校を卒業した。埼玉県立所沢北高等学校に進学し、ラグビー部に所属。先週大学法学部を卒業。在学中は、 政治学国際関係論を学んだ。参議院議員、田村秀明の公設秘書となる。2003年4月の埼山市議会議員選挙に初当選した。以後3期連続で当選。自民党埼山支部幹事長代理。36歳の時市議会最年少で副議長に、39歳の時に市議会最年少となる、第59代議長に就任。 2015年7月12日に行われた、鞘山市長選挙に立候補。小屋の、元市議長の東山通る、元市議長の栗原武の自民党系三者による、保守分裂選挙であったことに加え、会社経営者の松田元、日本共産党推薦の加藤武美も立候補したことから近年にない混戦となった。僅差で勝ち抜き、初当選を果たした。 7月27日、市長就任。中川幸成前市長の子供の世代にあたり、一気に世代交代が進んだ。狭山市の周辺自治体に比べても若い市長となった。当日有権者数、126,488人、最終投票率 42.、42.53%2019 年7月21日に、行われた狭山市長選挙に再選を目指し自由。 民主党、公明党の推薦を得て、立候補。非自由民主党系勢力が支援した自由、民主党系無所属の元市議長、町田正宏を下して再選。当日有権者数、127,476人、最終投票率、50.0842、53%。ありがとうございます。